ケルキラは、ギリシャ北西部のイオニア諸島、ケルキラ島にある都市。イタリア語、英語名称での、コルフでも知られている。ケルキラ島の主要都市であると同時に、ケルキラ県の県庁所在地である。ベネツィア共和国領だった時から、重要な地位を占め、今では、一大観光地となっている。複数の城を持つ、この都市は、カストロポリスとしても知られている。年には、 旧市街がケルキラ旧市街としてユネスコの世界遺産に登録された。ケルキラはシタデルの教会が自然の渓谷の中に作られた人口の掘り割りによってそこから切り離された半島の広い場所に立地している。そこでは海水の入り込む溝が根元部分で一種のマリーナとして利用されている。ガリザ湾に向かう海沿いの散歩道がある。また、 リストンと呼ばれるシタデルと街をつなぐ素晴らしい散歩道もある。リストンには高級レストランやヨーロッパスタイルのビストロが並んでいる。リストンは英語のリスト音からついたもので露天商人の品物のリスト、言い換えればメニューを意味している。ケルキラの気候は地中海性気候である。夏は程よい湿潤さを保った暖かさで33度に達する。 冬は重度を下回らない程度で穏やかである。シュレンブルクゾーケルキラの細い街路フランス語版、ウィキペディアの記事 FR、イストアールでファも参照のこと。旧市街は要塞化と共に成長してきた。街路はあたかも迷宮のように、舗装された、細い道が入り組んでいる。そうした、しばしば曲がりくねっている、色鮮やかな通りは、関東ニアと呼ばれる。 それらの中で最も古いものは不規則に配列されていて狭いため、ほとんどで自動車での通行はできない。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。狭い路地とセイスピリドン協会サッカークラブの奥ケルキラが本拠地を置いている。ありがとうございます。